おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございます。はい、桜井さん今日も一番乗りだね。はい、ウィンドさんと中友さんになってるけど名前変わってるけどいらっしゃいませ。いつもありがとうございます。はい、ということで、やっとゲームをすることができたのでライブします。はい、ようやくセブンデイズすることができた。3日ぶりぐらいですけどね。3日ぶりぐらいですけどね。はい。何やってたか忘れちゃいましたけど。本当に。まあやっていきましょう。せっかくなんでライブをすることにしました。はい。まあ動画撮ってるとね、また遅くなっちゃうんでね。うん。夕方多分夜になっちゃうんで、今から動画撮ってるとね。うん。ということで、まあライブをやってまたお茶を濁そうかなという感じでございます。私の声聞こえてますかね？大丈夫ですかね？ゲーム音は聞こえてるのは確認しました。はい。ゲーム音がたまに鳴らなくなるんだよね、本当にね。これ録画してる時もそうなんだけど、ゲームの音がね、たまに鳴らなくなるんで、それはね、しっかり始まる前に確認しました。ゲームの音鳴ってるよね。私の声聞こえてますか？聞こえてると思うけど、多分ね。多分大丈夫だよね。あ、聞こえてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。こういう反応が聞けるのはライブならではですよね、これね。一人でやってるとね、わかんないからね。あ、ピコピコさん、こんにちは。ピコピコさん、珍しいコメントしてくださるの初めてかもしれない。結構ね、メンバーに、一番最初にメンバーになって、一番最初ね、割と初期の頃にメンバーになってくれて、なんか抜けたり入ったりを繰り返してるピコピコさんですが、コメントしてくださったの初めてかもしれない。ありがとうございます。はい。うん。誰かとアイコンがそっくりなのがめちゃくちゃ気になるんですけどね。誰とは言わないけど、誰かとアイコンがめちゃくちゃ似てるんですけど、このピコピコさん。ピコピコさんっていう名前じゃなかったじゃんね、でも前ね。違います。名前変わりましたよね、なんかね。あ、ゆまり姉さんもありがとうございます。いつもありがとうございます。はい。ということで、まあ、適当に雑談でもしながら、ノープランなんです。今日もノープランなんですけど、適当に雑談でもしながら、やっていきたいと思います。はい。この間までね、火炎耐性のゾンビを一生懸命討伐してたじゃないですかね。うん、してたじゃないですか。で、動画終わってからもうちょっとやってたんですけど、そのね、なんていうのかな、クエスト回しながらやったらいいんじゃないか、みたいな風に思ってたんですけど、向こうにもほら、レクトさんのトレーダーがあるんですけど、向こうのね、砂漠のやつね、なんかティア3の、クエストがないというかあるんだけど、会場がさ、ティア3の会場がないんだよね。あ、メガネストラップさんもいらっしゃい、ありがとうございます。そう、ティア3会場がどうもあの砂漠の街にはないみたいで、向こうでね、クエストを受けても、結局こっちまで回らされるんだよね、なんか。だからね、こっちで受けようと思ってるんです。もう、まあ、そのうち100体行くでしょ、みたいな。そのうちね、まあ、そのうち行くでしょ。もうなんか、ちょっと挫折気味になってきたね。ちょっと挫折気味。うん。昨日の雨だ、昨日めちゃくちゃだったよ、雨、マジで。本当にね、帰れなくなるかと思った。でもね、仕事終わって帰る頃には、もうだいぶね、やんでたわけじゃないけど、そんなに激しくなかったので、ね、無事に帰ることはできましたが、うん、でも普通に定時で終わってたらやばかったかもしれない。なんか、すんごい、すごかったよ、マジで、本当に。びっくりした。ということで、まあ、適当にティア3クエを受けながらですね、適当に喋っていきましょうか。あ、ここいいね。ここいいんじゃない？これスーパーコーンもらえるよ、ここ。めっちゃうちの近所だけど。スーパーコーン回収しよう。回収しても使わんねやろって言われそうだけど、使わないんだけどね。うん。皆さんとか雨大丈夫でしたか？ねえ。局地的なやつだったのかな？よくわからんけど。まあ、雨だけじゃなくてね、割と風もあってね、傘なんか全く関係なかったですよね。傘の意味はみたいな感じになってましたけどね。あ、これ入り口裏だっけ？入り口裏か。まあいいか。歩いていくか。弾どうなった？弾どうしたんだっけ？弾あるっけ ?150 なのか。7ミリがあんまないかな。あ、のりのりさんこんばんは。こんばんはじゃない。こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いつも。あ、波でした。あ、まあ、その関東あたりまで行くまでにはちょっと弱まっちゃったのかな。あ、これなんかね、変なコンボを手に入れました。ほら、なんか書いたんだよ。あなたの最高の武器ですって書いてある。あなたの心はあなたの最高の武器ですって書いてある。なんのこっちゃ。なんのこっちゃ。
千葉県松戸市は大丈夫です。傘一本閉め、傘一本死んだか。持ってかれちゃいましたか、傘一本。ワクさん、こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。よかったら、ゆっくりしててください。傘ね、なんか私、いつも折りたたみの傘をね、カバンに入れてるんで、なんか今日は雨降るなって思っても、もう新たに傘を持って行ったりはしないんですけど、台風でした。台風でしたか。そうそう、新たにね、傘を持って行ったりとかしないんですけどね。折りたたみの傘って弱いじゃないですか。だからね、本当にね、しょっちゅう死にますね、マジで。しょっちゅうね、わーいってなりますね。わーいって、上向いてわーいってなっちゃいます。本当にしょっちゅう。名古屋とかね、地味にね、その高いビルないくせにね、地味にね、風強いんだよね、本当に。あれ？出てくるのかと思ったら、出てこなかった。地味に風強いんだよね、本当に。高いビルとかないくせにさ、ねえ、そんな、東京、横浜みたいにね、のくせにね、なんか無駄に風が強くてさ、田舎とは言わないけど、アルフォンスさん、こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったらゆっくりしててください。はい。ということで。イノシシもさ、なんか違うよね、これね。よく見るとね。あ、びっくりした。バニラとね。バニラと違うよね。え？クマいる？クマじゃない、あれ。クマ入ってこられたらめちゃめちゃ嫌なんだが。え？入ってった？やっぱクマだ。クマほんと多いんだよね。クマ出没注意なんだよね、このモッドはマジで。ガチで。クマ出没注意だね、これ本当に。怖い怖い。まあノーマルのクマはね、別にそんな大したことないから、あれなんですけど、でもね、中に入ってくれたら怖いからね。狭いとこ来られると怖いからな。よいしょ。まあ特にこれといって、欲しいものはないんですけど、スーパーコーンだけ欲しいんで、スーパーコーンだけ回収しようかな。来い。来い。走ってくるでしょ。走ってこない。イノシシ。イノコちゃん。燃えてるね。そこに誰かいるんじゃないか。あ、いるね。頭当たるかな。当たったけど死なねえ。くそ。じゃじゃん。あれ？あれ？あ、来た来た、そっちかい。え、わー、来た。だこっちのさ、イノシシのが怖くない？バニラのやつより。ちょっとリアルだよね、なんかね。ちょっとリアルじゃないですか、こっちの方が。でかいよな、なんか体もでかいような気がする。うん、向こうなんかバニラのやつはさ、イノシシなのか豚なのかよくわかんないけど、こっちちゃんと牙生えてるしさ、ねえ、なかなかだよね。パチパチ言ってるけど、それ向こう側かな。向こう側だね。上がっていきましょうか、じゃあ。爆速クリアしたいところなんだけど、そうもいかないけどね。長いからね、ここね。よいしょ。ここ閉めたいね、ここ。これ人いないのかな？いるよね。もうまだいる。え、もういない？あ、もういないか。バカ。あ、生きてる。よいしょ。はい、ここなんだっけ？トイレだっけ？ここトイレか。薬だけ見たいかな。じゃん。最近というかさ、ちょっと前からだけどさ、自転車で傘さしたら違反になるようになったじゃないですか。ねえ。あれのおかげでさ、うちの会社もさ、自転車で通ってる人結構いるんですよ。パートのおばちゃんとかね。大変みたいですね、なんかね。大変そうでしたよ、なんか。みんな歩いてたもんね、なんかね。さすがに。傘差してるとさ、怒られるからさ、ねえ、かわいそうになって、まあ、かわいそうってか危ないからね、まあ、しょうがないんだけどさ、それは。ねえ、傘差して自転車こいでるの危ないですからね。よいしょ。まあまあ、しょうがないといえばしょうがないんですけど。まあでも、それに比べて車通勤の人はもうみんな楽勝でしたね。いいね。羨ましいな、車通勤。車通勤がいいわ、俺も。いいわと言いながらめんどくさいからしないんだけどさ、ねえ、渋滞とかするからね、車。確か楽なんだけどさ、渋滞するからな、それがしんどいよね。電車、ね、基本電車なんですけど、私。電車はさ、ほら、
座れればさ、寝れるじゃんね。座れなかったら、ね、朝とか混んでるからさ、絶対座れないけど、満員だからね。帰りとかはね、割と空いてたらね、座れたりするんすよ。で、座れたらね、もうあと寝てたら着くからね。そういう意味じゃ、運転するより電車の方が楽っていう。楽といえば楽なんだよな。どっちもどっちって、まあ、でもね、その夏とかね、冬はまだ我慢できるかな。夏はね、もうとにかくホームが暑いから、電車待ってる間のね、これからの時期が超きついんだよね、なんかね。これからの時期マジで地獄なんだよね、本当に。ホームがクソ暑いのよ、なんか本当に。でさ、冬はさ、結構ホーム風ビュンビュン吹いて寒いのに、夏になったらね、全く風吹かないのね。なんでとか思っちゃう。このクソ暑いのになんで風吹かないのとか思っちゃう。あれ謎だよね、本当にね。まあ、風向きとかね、いろいろ変わるからなんだろうけど、もう冬はさ、クソ寒い時ビュービュー風吹いてクソ寒いのにさ、夏のクソ暑い時はね、もう全く風吹かないっていうね、無風なの。本当やめてほしいよね、本当に。どういうことって言いたくなるよね。絶対いじめなのね。都内の車移動はマジでね、本当都内の車移動はね、慣れちゃえばさ、あれなんだけど、ね、私も都内住んでたことあるからあれなんですけど、でも結局さ、あの首都高がめっちゃ渋滞してたとしてもさ、下道行くより首都高乗った方が早かったりするよね、なんかね。それはね、あのしばらくね、東京で生活してて思いましたね。まあまあ首都高また今日も混んでるわって言って、乗るのやめて下で行くかってしてもね、結局ね、そっち乗った方が早かったりするんだよね、なんか結果的にはね。あれはね、ちょっと学びましたね。東京で生活してちょっと学んだ。やっぱ高速道路って信号もないからさ、よいしょ、たとえ渋滞してても下道で渋滞するよりははるかに早いなと思ってね。車内も暑い。車内はでもほらエアコンつけられないんですか。つけられない。バスとかはきついかもしれないね。同じ車内でもね、バスとかだったらきついかもしれないな。バスってもうだいぶ長いこと私乗ったことないんですけど、うちのなんか地元のバスなんかよくさ、廃止にならないなっていうぐらい誰も乗ってないんだけど、あれなんだろうね、行政の指導なのかね、行政にやめるなって言われてんのかな。絶対赤字だと思うけどな、あんなの。でもちゃんとね、やってんだよね。ちゃんと続けてるんですよね、やめないで。すごいなと思って。どっから来て、あ、こっから降りていけばいいか。バスも値段高いしね、なんかね。箱崎の渋滞はもう、しょうがないね、あそこはね。あそこ、もう、何十年も前からさ、絶対混むとこだもんね、あそこね。なんか対策のしようがないのかって言いたくなるぐらいね。絶対混むとこだよね、あそこね。雪降らない地域はビッグスクーター、あ、確かにそうかもしんない。そうかもしんない。高速も乗れるしね。そうかもしれない。楽だし、オートマで。確かにね、バイクはほんと早いんだよね。だから、あの、バイク便が出た時にさ、頭いいなと思いましたもんね。確かにさ、バイク一番早いわと思ったもんね。近場だったら、まあ、バイクより自転車の方がまだ早いかもしれないけどね。バイクはでも本当にね、バイク楽だよね、マジで。最強だよね。雪の降らない地区はっていうところがポイントだけどね。雪降らなくても冬クソ寒いけどね、なんかね。あ、でもそういえばさ、最近知ったんですけど、そのバイク乗る人のためにさ、なんか、何、熱線の入ったジャケットとかあるんでしょ、今。バイク乗りの人知ってる？なんか、あの、ホットカーペットみたいにさ、熱線が入ってるジャケット、バッテリーつないであったかくなるやつ、すげえなと思って、欲しいと思ったもんね、俺。まずね。すごいな、それ欲しいなとか思っちゃった。本当にあったかいのかどうかわかんないけどさ、使ったことないから。でもすごいよね、バッテリーつないでさ、なんか熱線が入っててあったまるって。まあ、それぐらいしないとバイクは多分ね、冬走るのきついんだろうけど、寒いからね、なんかね。信号で止まったらエンジンの熱でちょっとでも温まろうみたいなさ、なんかタンクに抱きついてる人とかいるけどさ、ねえ。空、
空調服とか、あ、そう、熱せグローブもあるんだ。あったかいのかな、グローブもあるんだ。なるほどね。いや、すごいなと思って、なんか、だからさ、誰だか忘れたけど、その、YouTube で見たときに、なんか、冬にね、バイク乗ってる人の、バイク乗りの YouTube の動画を見たときに、その、熱線入りのズボン履いて、ジャケット、はい、来て、なんか、やってたから、お、すごいなと思って。そんな防寒設備ハイテクなんだ、今、と思ってね。ちょっとびっくりしましたね、本当にね。本当にあったかいのかどうかは知らんけど、わからんけど、その辺は。空調服。空調服は確かにね、あ、作業服、そうだね、ありますね。だって、半袖をさ、着れないさ、半袖着れない人もいるじゃんね、作業によってはね。そういうところは夏きついよね、やっぱね。そういう方々はね。待って、ちょっと崩れすぎじゃない？ちょっと崩れすぎじゃないですか？ちょっと、あ、もしもし？もしもし？めっちゃ余分に崩れたけど、なんでそんなに崩れたの？びっくりするやん。ねえ、グレスちゃん。おいえ。だいぶ余分に崩れたんだ。びっくりしちゃったわ。よいしょ。あ、グレースちゃん食えるんだったっけ？ブラックアイスバーナー。あ、なんだっけ？道路がさ、黒く見えるところは凍ってるから気をつけろみたいなやつでしょ？なんか北海道に住んでたやつ、北海道出身のやつが言ってた、なんか。黒いところはね、凍ってるから気をつけろみたいな。最近思うのは汗かくことが大事って感じ。ああ、でも、まあ、そうだね。汗かかないと体温下がらないっちゃ下がらないもんね。でもファン付きのさ、作業着着てたって汗はかくでしょ、多分。で、汗かくでしょ、あれ。なんていうのかな。まあ、風が当たってさ、若干涼しいのは涼しいだろうけどさ、ねえ。あれでも十分暑いと思うから、なかったら死ぬんだろうなと思うけど。なかったら死ぬんじゃないかっていう気はするけど。うちもね、穴が爆発してる。うちの工場もね、エアコンは効いてるんですけど、現場に出るとね、何？あ！ま、タクティカルアサートライフル拾った。そしてなんかシーカーが来てる。シーカーが来てる。シーカー来てるけど、気にしないでおこう。汗かく前に着る人は、ああ、なるほどね。はい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 。なるほどね。ファン付きの着てても汗かかるんだよ。ですよね。そこまで涼しくないよ。涼しいっていうのは体温は若干下がるだけ。汗かかないとでも体温下がんないもんね。あれ、別に冷房設備じゃないからね。風当ててるだけだ。当ててんのか抜いてんのか当ててるのか、吸気なのかな、あれ。吸気でしたっけ、排気じゃない。排気したらピチャってなるからダメか。排気したらピチャってなるから逆にうざいか。ということで、シーカー君は真上にいたりするのかな。入ってくる。入ってきたりはしない。どこにいんの、貞子来た。ちょっと出れないんだが。あ、生きてたのお前。生きてたの、死んだのかと思ってた。ここで耐久するか。どこにいんの、どこ。あ、降りてって、中にいんの、え、どこにいるの、中にいる、な、中にいそうだね。降りてったのか、マジ、マジ？また来た。また来たぞ、貞子。あ、こいつ死なないな。一発じゃ死なないんだよね。シーカーどこ行ったのかな？出てこないのかな？出てきた？どこにいる？ガーンって言ってるってことは中にいるんだろうな。やりに行った方がいいかこれ。あ、いるいる、こんなとこにいる。そこはちょっと待ってよ。
どっから入ったんだろう。こっちから入ったのかな。あいつ。どっから、またサタコいんの、まだいんの。シーカーが呼ぶのか。シーカーの爆発で来ちゃうのか。ここじゃないな。こっちだな。ちょっと待って。どっから入ったの、どっから入ったんですか、君。まあ、ここ行くか。怖い怖い。あ、いる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 わ。いるわいるわ。ご苦労さんでございますね。ヘッドショットしなくても倒せるやろ。倒した倒した。落ちていかないでしょ。こいつだけ漁りたい。あれ、こいつなんか物落とさないのかな。あ、落としてるね。オッケー。あ、やった、弾拾った。オッケー。さて、さて帰りますか。服が、ん、風が服の中で服から蒸発しやすい。ああ、確かにね。そうするとちょっと体温下がるもんね。なるほどね。あれでもさ、結構うるさいよね、ブーオンってね。多分そんなことないのかな。なんかうるさそう。ファンの音が。これ取れる、取れる、取れる、あ、取れるか。 OKOKOK。 はい、ということで、夏場はちょっとね、確かに夏俺あんま好きじゃないんだよね。冬の方が好きなんだよね。まあ、前もなんか多分言ったことあると思うんだけど、冬はさ、寒いのはさ、着込めばなんとかなるけどさ、暑いのは全部脱いでも暑いじゃんね。それが、それがきつい、夏は、本当に。夏場は。だ、日焼けもするしね、外にいたらね。はい。お金もらった、いくらもらったんだろう。お金貯めたいんだよね。もっと仕事しよう。どんどん仕事しよう。回収行こうか。ストアブ、あ、ストアブック行こうかな。ワクさん同意ですよ。あ、本屋さん行こう、本屋さん。ねえ、だ、絶対冬の方が個人的にはいいかなと思うんですけど、でもまあね、夏の方が、遊ぶんだったら夏の方がいいのかなと思ったりもしてね。うん。なんかね、女の子も薄着になるしね。スケベかって言われそうだけど。うん、ねえ。まあでも暑いのはちょっとね、まあちょっと暑いのはきついな。うーん、暑いのはきついっすね。これどこだろう。どこ、この辺通れなかったっけ。この辺通れたような気がする。あれ、本屋どこだったかな。あれ、あ、向こうか。こっちだ。夏は裸までしかできない。そうなんだよね、本当にね。うん、マックス、マックス全裸だからね。どう頑張ってもね。うん、全部脱いでも暑いも暑いから、逆に脱いだ方が暑いんじゃないかっていう説まであるぐらいよね。よいしょ、はい、行きましょうか。じゃじゃん。本もね、いっぱい欲しいんだけど。あ、ちゃんとあるわ。あ、荷物置いてくればよかったな。荷物置いてくればよかった。だなぁと思いましたとさ。これは読んでしまおう。これか。ちょっと待って。ちょ、一旦ここにしまうか。一旦ここしまおう。これいっぱい入るからね。一応ね。空調メンテナンスしてるんですか。あ、空調メンテナンス壊れてからしか呼ばれないので、いつも暑い。確かに。なるほど。そりゃそうだ。なるほどね。そ、きついね。いつもそういう現場にしか行くことがないみたいな。そうか、壊れてるところに行く人なんか、修理の人なんかそうだよね。涼しいわけないもんね。壊れてるから呼ぶんじゃんっていう話だもんね。いや、それきついね。それ確かにきついわ。なるほどね。大変ですね、なんかね。そういうね、やっぱ仕事をするって大変なんだよね、やっぱね。そういうね、皆様の苦労に、我々の生活は支えられてるわけですよね。本当に、本当に。よいしょ。なんかこの、これ、靴2個出たね、これね。1個読んで、1個売るか。
夏は八海、あ、八海湯出た。なんとかの雫とか言わせるよ。なんでしたっけ、アイヌの雫じゃなくて。なんかめっちゃ寒く、風呂に入れたらめっちゃ寒くなるやつ、なんでしたっけ。あれ、一時期話題になったやつ、ありましたよね、なんかね。メントール、風呂に入れて超寒くなるってやつね。確かにね、あれはね、あれは涼しくなるね、確かにね。おっと、どなたですか。あ、なんでキコリがいんの？お前。Oh, yeah. そう、アイヌの雫だ。それだ。それだ。アイヌの雫。そうそうそう。そんな感じのやつ。ねえ。なんか、YouTube でもさ、YouTuber の人もやってたし、探偵ナイトスクープでもやってたんじゃないかな、確か。違ったかな。なんか、いろんなとこで見たぞ、それ、アイヌの雫。なんか、いろんなとこで見た記憶がある。うん。俺も欲しかったけどね、ちょっと、買わなかったけど。ちょっと欲しかったな、あれは。そんなに涼しくなるんだな、と思って。この先、ちょっと、あれ、ちょっと、あ、そうか、ちょっとあれだね。若干、構造違うんだな。ピストル落ちてないかな。紙はもういらないんだけど、あのショットガンの弾をもし作るんだったら紙いるんだよね。ね、ほとんど今までさ、ショットガンの弾なんか申し訳ないけど生産したことないんだけど、もし作るんだったら紙がいるっていう話なんだけどね。作らんかも。なんだかんだ言って、あ、今、あ、なんだかんだ言って200発になったもんね。なんかなくなりそうになってもちょっと我慢してたら増えるよね。ちょっとだけ我慢してたらね。うん、使い方によります。あ、そうなんだ。そうなのね。もうプロなんですね。中友さんプロなんですね。なんか名前がちょっとひっくり返ってて、なんかちょっと違和感がありますけど。ねえ。そうか。あ、こんな、汚染ゾンビ、汚染ゾンビというか、なんだっけ。何ゾンビだっけ、有毒じゃなくて、なんだっけ。毒、有毒ゾンビ。有毒ゾンビがいる。ん？外だな、それ。それ外ですね。お散歩来た？ん？バンディッツ。バンディッツ来た。何持ってた？お前は。コンボか。もう売れないから。木のコンボは売れないからいらんな。あ、有毒ゾンビいるじゃん。マジ？毒。毒いるわ。毒いる。毒ゾンビが。Holy shit. 閉めとく。これ入ってきたら嫌だから。もう閉めとくか。この上は何もないな。これがシャムウェイフーズか。シャムウェイフーズあんましあれだな。晴れおじこんにちは。お疲れ様です。ありがとうございます。いらっしゃいませ。よかったらゆっくりしててください。晴れおじさん。晴れおじさんだからいいね。晴れそうだね。昨日大雨だったけど。この人がいたら晴れるかもしれない。で本当にさ、雨男の人ってでも実際さ、いるよね、なんかね。うちの会社にはいるんだけど、こいつが出かけようとすると絶対雨降るっていう人がさ、うちの会社にもいてさ、なんか自分で本人は認めたくないんだけども、みんなにそう言われてるっていう。お前が動くと雨が降るっつって。たまたまなんだろうけどね。たまたまなんだろうけど、かわいそうだよね。そう思われてるでしょうね。今日はサバゲーなんで晴れてた。またサバゲー行ってたんですね。すごいね。結構しょっちゅう行ってるんですね、サバゲー。サバゲーいいな。面白そうだよね。私、サバゲーもやったことないし、なんちゅうの、モデルガンというか、エアガンというか、一丁も持ってないんですけど、持ってないくせに、そういうね、YouTube の動画見るんですよ、よく。よく見るんですよ、本当に。本当によく見ますね。うん。レビューとかね。モデルガンのレビューとかね、よく見てますね。持ってないくせに。持ってないくせにね。うん。持ってないし、買う予定もないくせに。あれ？サバゲーってでもあれ、当たったら痛いでしょ、多分。私も車洗うと明日雨だ。なるほど。それは本当あるあるだよね。車洗ったら翌日雨降るとかね。それはマジであるあるだわ。本当に。
OK。まだ生きてんのもすごいね。ここいないのか。めちゃくちゃ痛いですよな。そうなんだ。やっぱそうなんだ。痛いんだ。まあね。あ、そうか。サバゲーやる人もさ、結局、夏場はきついよね。なんかね、肌出してたら痛いもんね。長袖、長ズボンじゃないですか。多分、基本。違うのかな？なんか、半袖とか着てたら危なくない？なんか。ねえ。問う。あ、思いのほかいっぱいいた。思いのほかいっぱいいたわ。ガス、威力がすごいですね。あ、そうなんだ。やっぱガスは、ガスでもさ、だんだん威力変わってくんじゃない？なんか。ガス、なんか撃ってるうちにさ、威力弱くなってきそう。そんなことないのかな？うん、銀玉鉄砲懐かしいね。バネでね、パチャンパチャンパチャンって撃つやつね。うん、ガスってなんかでも放出したらさ、どんどんなんか温度下がってて威力弱くなってきそうな気がするんだけど、今はそんなことないのかな。大丈夫なんですか、ちゃんとなってるんですかね。だんだん飛ばなくなっていきそうな気がするけど。連射しなきゃいいのか。連射しなければいいのか。あ、でもなんかみんな連射するよね、でもね。あ、やった。抗生物質のレシピ。抗生物質のレシピしよった。みんな連射するよね。単発で撃ってんの？単発で撃つことないよね。半袖に空調着ね。あ、でも空調着来たらさ、音でバレない？なんか。音でバレないですか？ファンの音で。あ、なんか近くにいるみたいな。そんなことない。そんなステルス的なことしないのかな。ね、ヘルメットとかとか被ってるか分かんないのかな。ねえ、ヘルメットは被ってないか。ゴーグルはしてる。ゴーグルしてるだけか。メットは被ってないのかな。なんか空調の音でバレそうな気がしないでもないけど。そんなことない。そんなことないのかな。いるみたいな。どこにいるか分からんけど、音がするみたいな。どっかにいるぞみたいな。そんなに接敵することがないのかな、そもそも。近距離で。遠くから撃っちゃってる。あ、なんだ、なんか変なの拾った。なんだこれ。ブレードバトンだ。すごいの拾ったぞ、なんか。ブレードバトン。フロンガスは威力落ちます。あ、フロンガスと CO2 が。あ、そうか、ガスでも2種類あるんだ。最近の主流は電動ガン。あ、電動ガンは確かになんか安定してそうな気はするな。へえ。え？普通なんだが。ん？普通、え、何がブレードなのこれ。なんか刃がついてんの？刃がついてんのかこれ。見えないけど。見えないけど。サバゲーって決められたフィールド内でしかできないんでしたっけ？あ、別に違法じゃないんじゃないの？違法なのかな？そこら辺の裏山で。あ、でもなんか、あ、どうなんだろうね。違法じゃないような気はするけどね。ルール無用でやったらカオスになるからじゃないの。あんまり分かんなくなるかもしれないけど。違法なんだっけ？違法じゃないような気はするけどね、なんかね。うん。これ出口は叩き壊して出るしかないんだっけ？イグジット。あ、そういう感じ？なんかボタンでピッて出れるわけじゃ、ありませんのかな。ないのかな。あ、ないみたいね。ないのか。そうか。空調服は音バレしますね。突撃すればいいのですか。あ、もうバレるの覚悟で突撃する感じですか。なるほどね。でもみんな自分も着てたら意外と分かんないのかもしれないね。あのね、その空調服ね。自分も着てたらさ、自分もそのファンの音してるからさ、ね、意外と分かんなかったりしてね。山森は必ず誰かの、あ、さ、そうかそうか、人の土地でやったらそりゃね、人の土地でやっちゃ違法だろうけどね。うん、そうかそうか、確かにね、その辺の山でやっちゃ確かにね、そうなるわな。なんか立ち入り禁止とかになってたりするもんね。あれ？あ、しまった、チャレンジ、補給品取るの忘れた。補給品取るの忘れた。チャレンジ、あれ、今気づいた時には遅かった。気づいた時には遅かったわ。しまった。喋ってたらすっかり忘れてた。よいしょ。
前もやったね、なんかね、ライブの時ってなんか喋ってて、わかんなくなっちゃう時がよくあるな。ちょっと売るもんだっけ、売るかな。今ね、一瞬気づいたんだけど、あれと思ってブレーキかけたんだけど、遅かったね。パーンって言っちゃったね、なんかね。KQP さん、こんにちは、こんにちは。いらっしゃいませ。よかったらゆっくりしてください。はい。ちょっとやらかしたところですけどね、今ね。今やらかしました、完全に。はい、お金稼ぎたかったのにな。失敗したらお金稼げないじゃんね。この辺売ってごまかすか。これ、あ、意外といい。あ、意外といいね、このレシピ売るのね。あ、いいね。あ、いいね。あ、めっちゃ溜まったお金。やった。あ、これもあるわ。やっとめっちゃ溜まったわ。やっぱ本屋美味しいね。本屋美味しい。本屋美味しいわ。大神さん、しっかりコメント見てくれる。まあ、しっかりじゃないけど、一応見てます。はい。ちゃんと。ちゃんと見てますよ。なんだかんだ喋りながらも見てる。うん、まあ、これぐらいのさ、コメント量だったら別に全部読めるでしょ、普通にね。もっとさ、人気の配信者さんみたいにさ、ブワーって流れてったらもう読めないけどさ、もう多分見るの諦めると思うけど、そうなったらね、そこまでじゃないからね、まだね、全然。この程度だったら、それは読みますよ。もっといっぱい打ってもらっていいんですよ。はい、もっといっぱい打ってもらっていいですよ。オールドビクトリアン行こうかな。814m。あ、いいね、いいね。こう、あ、ここか。ここ行ったことあるな。よく前からあるとこだね、これ。これ一応なんか、なんだっけ、専用マップなんですけど、あれかな。そう見るあんの？マジ？そう見る行こうかな。あ、ミルクチさん、こんばんは。こんばんはじゃない、こんにちは。いらっしゃいませ。ついこんばんはって言っちゃうね、なんかね。ついこんばんはって言っちゃいますけど、こんにちは。ありがとうございます。よかったらゆっくりしてってください。まあ、ここね。クランキーオイルだっけ、ここ。クランキーオイルさんじゃなかった、ここ。まあ、ちょっと行ってみようか、この辺。この辺、あ、なんか暗くなってきた。12時？もう片っ端から行きましょうか。ちょっと大きめのところに。こんにちは、先日はトレーダー復活。あ、はい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 。トレーダー復活ね、あれ本当になんでいなくなるんだろうね。謎だよね。なんか離れるのが怖いんだけどね、いなくなるの。いなくなっちゃいそうでね。本当に。まあでも結局、なんかね、自分が死んでいなくなったとかでないんだったらもうクリエイティブモードで出しちゃうよね。もうそれが一番手っ取り早い。ね。うん。まあ、もともとね、もともとのセブンデイズがまだ若干バグはね、いろいろありますからね。その辺はね、しょうがないよね。バグを食らって怒るようなやつはセブンデイズやっちゃいけないんだよ、本当に。そういうもんだからって思わなきゃダメよ。そう、あのね、なんていうの？ね、早期アクセスのゲームをやるときの基本ですけど、もうバグも楽しんでいくぐらいのね、気持ちじゃないとね、ダメですよ。笑って許せるような人間にならないとダメです、バグも。もう早期アクセスってもう10年だからね、これね、10年も早期アクセスって、どんだけ早期なんだって言われる。ね、早期すぎるやろ、ね。子供大人になっとるわ、みたいな。よいしょ。今度はちゃんと見ていこう。補給品を見つけるね。了解した。先に見つけちゃうかな。これどうやって行くんだっけ？あ、中通って、ここもなんか、ルート変わりましたよね。昔に比べるとね。え？びっくりした。何が爆発したのかと思う。何？誰？パンティットではないのか。レオ君。レオ君、びっくり、ちょっとあの、サナコさん来るからやめてくんないかな。当たんねえ、こいつ。ちょ、待って。当たんねえ。あ、じゃあ、車に当たってる。まあ、諦めよう。で、じゃあ、お前、ここ入ってきて撃たないでね。爆発するからね。爆発するから。入ってきて撃た、あ、ちょっと待って。しまった。なんちゃらバトンになってる。なんちゃらバトンになってる。ちょっと待って。これ弱い。ちょっと待って。これじゃないのがいい。さっきのなんか、どれだっけ。これだ。こっちのがいい。こっちのがいいわ。よいしょ。
はい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 、はい、どうも、はいどうも。よっしゃ、また弾拾った。なんだかんだ言ってね、こう使わないでいたらどんどん溜まっていくよね、ショットガンの弾はね。こう大爆発しそう、銃撃ったらこうひどいことになりそう。なんかガソリンはね、王が使うときにも使うので、ガソリンは欲しい。なんか叩いてるけど気にしないでおこう。どっちに行くべき、上に行くべき。上壊れてんだっけ。いや、下から見てみる。下から先見るか。ここは誰もいないの、誰もいないの。いないわ。入ってきた。それ閉めとくか。入ってこないで。さて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 、ああ、びっくりした。さて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 、あ、こっからも上がれるんだっけ。こっからも上がれるんだ。これ外だよね、これも外だよね。あれ、これ外から入ってくるんだっけ。あ、誰か来た。あれ、全部閉まってるわ。ちょっとこれ開けたいな。これあれ、扉壊されたのか。扉壊されたんか、せっかく閉めといたのに。タイヤね。そういや、この元さ、落ちてるタイヤも拾えるから、なんかタイヤなんか作る必要ないかもしれないって最近思ってる。スコップ無双懐かしい。なんで急にスコップ無双の話になったんですか。スコップ無双懐かしいね。ね、スコップ無双、スコップ無双個人的には面白かったんだけどな。個人的にはね。うん。まあ、もしリクエストがあったらまたやります。はい。鬼畜物件を、鬼畜物件をスコップ一本で立ち向かうみたいなの。やりましょうかね、今度ね。あれ、これこっち、あ、こっち行けないんだ。あ、外に出るんだっけ、これ。こっち出るんだっけ。なんかルート忘れちゃったな。あれ、外に出るんでしたっけ。これ降りたらもう上がれない、ひょっとして。これ出る感じでしたっけ。よいしょ。よいしょ。あ、でも結局向こうだから行けないのか。あ、行けるか、こっから。あ、こっちに行く。そして、こっちに入っていく。あれ、違うか。こっち行けるか。向こうに行くんだっけ。向こうに行ってこう回ってくるんでしたっけ。忘れちゃったな。忘れちゃったけど、まあまあ、なんかかんかして行けるでしょ。あ、こっから出れるんだ、一応ね。え、下はじゃあ行き止まりなんだっけ。一応行ってみようか。あれ、こうか。よいしょ。あ、ここにお宝ある。お宝そこにある。お宝見えてる。誰か叩いてる。あれ、今いたとこじゃん、ここ。今いたとこやないか。そういうことか。めっちゃなんか人がいっぱいいるけど。あ、いたいた。あ、危ない、叩かれた。どっから来たの、お前。君どっから来たんですか。あ、ここ開けてきたんだ。あ、ここ開けてきたのね。いる？あ、いるいるいる。あ、スパイダーいるんだ。そこでも燃えてるやついるけど。フェラルゾンビ爆発耐性。あ、スリーパーか。スリープしてんのか。見えないな。ここかな。死んだ？死んだ。あ、犬がいる。え？犬がいる。犬いるわ。あ、来た。あれ、まだ生きてる、あいつ。OK。OK ですか？よいしょ。まだ犬いるの？そんなに犬たくさんいるの？あ、この中だ。っていうことは、こっちに行ったらいる？あれ、いないじゃん。あ、この中か。あれ？ということはだね、こっちから行けるのか？こっちから行けたりする？あ、開いてんじゃん、ここ。あ、そうなの、こっから入れるんだ。あと、この上がお宝だ。あ、いや、ちょ、待って、いっぱい落ちてきた。落ちてきたんだな。わあ、走ってきた。押さないで、ちょっと。押すな、押すな。あ、ちょ、待って、また補給品をさ、補給品を忘れてるだよ。補給品どこにあった？上から行かなきゃダメか、やっぱり。あ、これ、ちょっと開けてみたい。
上から行かなきゃダメですかね、これね。よいしょ。こう行って、ここの、あれどこだ、もう一個上か。もう一個上の壁から出て、よいしょ。はい。ここから出て、こう。そしてこう。これ踏んだら落ちる？落ちない。踏んだら落ちるやつあるよね、なんかね。なんかある？あの丸いの何や？サッカーボール？何やれ？ルンバ？ルンバじゃないか。アシックさんいらっしゃいませ。シックさんいらっしゃいませ。こんにちは。よかったらゆっくりしててください。いつもありがとうございます。はい。よいしょ。あ、オイルシェルがある。あ、あったあったあった。今回は忘れなかった。今回は忘れませんでした。はい。これいただいて帰るよ。ちょっと動画で。なんか作るのにこれいるんだよね。何作るのにいるんだっけ。水作るのにいるんだったっけな。忘れちゃったけど。なんか、オイルシェルちょっとだけ掘りに行った記憶あるな。なんか必要になって。まだ、なんか上がれない。なんか上がれないんだが。上がれた。まだゾンビいるような気がするけど。いないんかな。まだいるんじゃないの、この上とか。いないのかな。めっちゃ複雑だね、ここね。危ない、落ちる。めっちゃ複雑だな、ここ。ここも上がれる。じゃん。鳥がいそうな気がするけど。まだ上がれる。うわ、びっくりした。やっぱり鳥が、びっくりした。やっぱ鳥いたわ。あ、でも1羽だけか。1羽だけみたい。一応もう帰っていいのね、俺はね。お宝開けてないね。お宝開けてないな。まだ帰っちゃダメだな。お宝開けようか。お宝開けに行こう。これ下まで、あ、下まで行けるね、一応ね。よいしょ。早いフラグでしょ。ね。では、いるんじゃないかとは思った。あれ？あ、ここだよね。あ、オッケー。よし。じゃあ、回収して、帰りましょう。この辺のなんかいい品質の、あの、部品が出るようになってきたね。クロスボウ高いんじゃない？安。クロスボウ高いんじゃないって言おうと思ったら超安かった。24円だって。ゴミじゃん。ゴミやったわ。ゴミ同然やった。クロスボウってね、結構複雑な、あれなんだけどね。そう簡単には作れないんだけどね。なんか弓が24円っていうのはね、まあ、分かってるね。簡単だからさ。そういや、最近うちの近所のスーパーにクロスボウ違法ですっていう張り紙が貼ってあるんだけど、クロスボウって今違法になったんですか。何え、見えないんだが。見えないよ、それ。何、ちょっと。鍵穴が見えん。この辺だ。違うな。ちょ、何も見えないんだから。できるかこんなの。ちょっと待って、わかるわけないやろ。見えないのに。勘弁してください、ちょっと。いや、ちょっと待って。これはどうすればいいかな。一旦画面をこうして、こうしたら見えるようになるかな。これで見てる。関係ないか。ちょっと待って。それはちょっと難易度高すぎませんかね、ちょっとね。これね。あ、銃刀法に引っかかるようになりました。あ、やっぱそうなんだ。もう、なんか、誰でも持てるような、あれじゃなくなったんだ。どっちだ？ちょっと待って。さすがにわからんやろ、それ。さすがにわからんわ、それ。いや、わからん。無理やろ、それ。ちょっと叩き壊すか。それはちょっとな、さすがに。さすがに。あ、そっか、オーガがあるんだ。オーガでやろう。難易度高すぎるやろ、それ。さすがに。さすがに難易度高すぎるやろ。
動物を狙うニュースは確かにね、動物、罪のない動物を狙っちゃダメだよね。ちょ、うるさいねこれね、うるさいからしゃがんでやるか。変わらんかったごめん。何にも変わらなかった。意外と王が遅いかな。楽だけどね、王がね。7000もあるのか。7000もあるのは、あの扱いはちょっとやめてほしいな。あのバグは。よし、開いた。ふぅ、ロックピック何個使ったかもわかんないんだけど。待って、宝の地図があった。来たよ、宝の地図来ました。宝の地図やろう。宝の地図やるしかないでしょ、これ。大量のお金ゲットだ、これで。金の亡者めって言われそう。帰ろう。じゃん。誰かが倒してったんだろうね、これね。NPC がね、うん。せっかくだからもらっときましょうか。じゃん。弾入ってたわ。弾入ってた。ラッキー。よいしょ。よし。もういい、帰ろう。もういい、帰るぞ。蹴るぜ。宝の地図をちょっとね、宝掘りに行こう。また1万2000入ってるかもしれない。宝の地図のせいでないんだ。そういうこと？そういうこと？宝の地図を取らせたくなかったってこと？セキュリティがすごかったってこと？宝の地図入ってるから。とんでもないセキュリティだったけど、鍵穴が見えないっていうとてつもないセキュリティだったけど。ロックピックが何個使ったのかわからない。あれも折れた時のね、ロックピック折れた時の音がしてくれたらまだわかりやすいんだけどね、折れた音しないからね。あ、これ通れる？これいける？いけないか。これいけない。さすがに、この車じゃいけない。あ、いけるわ。そう、ロックピックのさ、折れたね、折れた音がしてくれたら見えなくてもまあなんとかなるかっていう感じなんだけど、折れた音がしないからね。それは無理か。それは無理だな。ちょっと待って、どれこれか。もうちゃんと整備しといてほしいね、それね、道路をね。道路じゃないんだけど、ここ道路じゃないけどさ、よいしょ。砂漠でやったら貞子呼べていいんじゃないか。あ、まあ確かにそうかもしんない。そうかもしんない。でもね、なんかね、俺の予想では、その宝の地図は、あ、こっち行けないね。宝の地図はね、私の予想では荒れ地に生かされるような気がします。はい。わからんけど。わからんけどね。うん。大体ね、大体、こないでやった感じだと、700、800メートル離れたところに、生かされるんですよね。800メートルとか700何十メートルとかね。うん。で、それぐらい離れたところだと、まあ大体荒れ地なんだよね、この辺で。大体荒れ地なんですよ。うん。整備する人いませんか？確かにね。確かに。俺がするしかないか。自分でやるしかないな。はい、ただいま。だいぶお金貯まったかもしれない。まあ別に、これ高いね。104円か。まあまあだね。91円、これは70円、104円もらっとくかな。 AP 弾はちょっといらないんで、あれ本持ってなかったっけ。あ、まあ、これ売る。身軽になっていこう。ウッドスプリッターもいらない、そんな何個も。まあ、マズルブレーキは置いとくけど、これ高いの？51円。まあ微妙だ、ないんだな。まあ、いいか。よし。よし。宝、今何時？ちなみに。じゃあ、いけるね。お宝掘りに行こう。お宝掘るぜ。じゃじゃん。じゃじゃん。向こうだ。あ、向こうだったら、荒れ地じゃない。森だ。あれ？あれ？あ、うわー、まあ、微妙。微妙すぎる。微妙だ。めっちゃ微妙やな、それ。ひょっとしたら荒れ地かもしんない。めちゃくちゃ微妙なとこだった。じゃあ行きましょうかね。
また1万円ぐらい入ってたらいいのにな。まあ、でもね、なんかそのスキルね、スキル本を買う、トレーニング本か、なんか買うんですけど、スキルを上げるためにね。よく見ないで買っちゃうからさ、なんかだいぶ余ってんだよね、俺ね。余ってるっていうか、その、なんかもう上がらないのにさ、これ以上上がんないのに買っちゃって本を。レベルが上がるまでその買った本読めないみたいな状況になってますね、今。2冊ぐらい余ってるだけ。よく見ないで、会おうとよく見ないで買ってるから。あれ、道間違えたか。間違え、例えは間違えたか。こっち行ってみるか。ちょっと突きていくか。なんか上の方に出てると山の上なんですかっていう気がしないでもないけど、そういうわけじゃないのかな。そういうわけじゃないですか。こっから登っていく感じ、まあ、登っていくけどね、なんかね。やっぱ荒れ地なんじゃないやっぱ荒れ地だったりしませんかこれ、ひょっとして。さあ、まあ車だからさ、しかもこれ荷物乗ってるから車回収できないんだけど、変なとこに険しいな、めちゃくちゃ険しいなこれ。 175m じゃもうこの辺じゃん。やっぱ荒れ地だわ、めっちゃ険しいな。どこ険しい、この辺だ。 50m、 どこどこの辺だ。あ、この辺だ。なんちゅうとこに、なんというところにこれ。待てよ、よいしょ。まあとりあえず殲滅したいとこだけど、こいつらね、 NPC がやってくれてるから今のうちに開けるか、今のうちに掘るか。 NPC さんがやってくれてる間に、この辺近い。この近いあんまり当てにならないよね。これの近いはあんまり当てにならないよね。どんな感じ？あ、ちょ、誰か来たな。おーいえ。NPC ちょっと、NPC 頑張ってくれないかな。あ、生きてるお前。強いね。あ、いて、バンディとか。バンディとくんですか。こっちの方かな、じゃあ。あ、こっちの方。いっぱいゾンビいるな。来い。あ、そっちから来んの？後ろから来んのかな、みたいな。あ、後ろにもいたわ。あ、待て。なんでこれに切り替わった？あ、そうか。押しちゃったからか。よし。え、なんかおかしな形になったな。え違うか、こっちか、こっちの方か。近い近いはいいけど、なかなかないんだよ。え、そんな向こうなの？マジ？あ、そんな向こうなんだ。どこどこ？どうなった？あ、こうなってる。この辺だ。あった？外れた。あ、そんなに向こうなの？そんなに向こうなんですか？当初の予定とだいぶ違うんじゃない？どこ？あ、この辺だ。本当？こっちか。終わった。あった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 。鍵かかってんだよね、でもね。
今度は鍵穴出るかな、ちゃんと。あ、今度は出てくれた、よかった。あ、惜しい、惜しいね。こんなもんか。あ、オッケー。あ、違う。お、開いた、開いた、開いた。ギリ開いた。さあ、じゃん。あ、待って、お金入ってなかった。ショック。お金入ってなかったわ。めっちゃショックや。相当のわし。わし、ダイヤがあるから。930、あんまり2枚じゃ。じゃあ、お金入ってなかったのはちょっときついな。残念だね。お金入ってなかったわ。現金が欲しかったのにな、俺。現金欲しかったのにな。現金こそ全てだったのに。現金商売だったのに。本当に。しょうがない、帰るか。諦めて帰るか。帰るのも大変だよね、これ。なんか。大変なところに来ちゃったな。まあ、でもちょっと、若干お金は稼げたんで、これで、本は危ねえ。本買えるんじゃないかな。何冊か。2冊ぐらい買えるんじゃないか。ちょっと待って、ちょっとこの山岳地帯を脱出したい。山岳地帯を、なんとか。まあ、建物あるか。あ、あるか。前からあったか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ帰りましょう、帰りましょう。一旦帰って、ブリストンさんからなんか買おうかな。ちなみに今もう1時間ぐらいやってる ?1 時間ぐらいやってるね。最近ねっていうか、まあ、この間もそうだったんですけど、またね、ちょっと案件が一本入ってきてて、そのね、案件の打ち合わせが結構大変なことになってて、そのせいで動画が出せない、あれどこだっけ自分ち。あれ自分ちどこだっけ、あ、向こうだ。え、自分ち向こうか。そのせいでね、ちょっと動画撮ってる時間も若干なくなってきつつあるんだけど、あ、ぶつかった。それをね、ちょっと仕上げてしまわないとね、ダメなんだよね、なんかね。最近というか今までね、案件とかほとんどやってなかったんですけど、もうね、みな、いろんな YouTuber の方が言ってると思うけど、ここ最近ね、本当にね、収益が悪くて、悪くてね、本当に広告がね、広告つかなくなってきてるからね、そのおかげで、本当になんで、チャンネル登録者も伸びてるし、再生数も増えてるのに、でも収益は3割ぐらい減ってるかな。だから去年のね、前年比割っちゃってるんだよね。前年比割っちゃってるからね、やばいんだよね。売り上げ立てないとやばいから、まあそういう、そんなこんなでですね、こっちじゃないな。まあ案件受けることにして、この間も、前もね、4月か、4月も1件案件やってるんですけど、またね、ちょっと6月もやろうかなと。売り上げ上げるためにね、やろうかなと思ってるんですけど、それが結構手間でね、なかなかの手間で、よいしょ。まあ、多分、セブンデイズの、じゃないんで、ゲームがね、これを見てる皆さんはほとんど興味がないと思うんですけど、興味がないと思うんですが、まあまあ、その辺はチャンネル存続のために許してください。はい。ということで、よいしょ、帰ってきました。はい。じゃあ、ちょっと喉もおかしくなってきたんで、今日はこの辺にしておきましょうかね。1時間ぐらいやったんでね。はい。たくさん来ていただきまして、ありがとうございました、皆さん、本当に。と、しょうもないお話に付き合っていただきまして。はい。で、今日の夜は、もうちょっとさっきの話、このまま、これのアーカイブが、編集したのが上がるかもしれないですけど、明日は明日でまたちゃんと動画を用意しておきますので、うん、よかったら、また、よろしくお願いします。見ておいてください。はい。ということで、あ、皆さんお疲れ様ありがとうございます。たくさんのお疲れ様ありがとうございます。はい。大川さん頑張ります。はい。ということで、じゃあ、今回この辺にしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録など、皆さんしていただいていると思いますが、チャンネル登録などよろしくお願いします。はい、大神さんでございました。またね。